松軽信平、妻と故障に愛情を注いだ人生、二度のお家騒動を乗り越えた理由は？石田三成の子供たちが関ヶ原の戦いの後に津軽地方に逃れたことをご存知ですか？彼らは戦国大名津軽家によって保護され、息子は津軽家家老、娘は津軽家当主の妻となったんですよ。その津軽家当主が津軽信平、一代で津軽家を大名にした父為信の存在感が大きすぎるんですが、その息子信平もなかなか面白いというか波乱含みな人生を送りました。現在は桜の名所として有名な弘前城を築城した彼の生涯、追ってみましょう。父為信は偉大なるひげの殿様。信平について語る前に、彼の父津軽為信について少し触れておきましょう。津軽為信は一代で津軽家を陸奥津軽藩、青森県津軽地方の大名に押し上げた豪腕です。肖像画や銅像にもあるように黒々としたひげが印象的な人物。そんな彼は豊臣秀吉の奥州仕置き、秀吉が東北の諸大名の領地を再分配したの際、秀吉の奉行衆だった石田三成と知り合い仲良くなりました。また信平の長兄信武は秀吉の息子秀頼の故障となり、三成の息子重成とは同僚関係だったんですよ。こんな関係があったので、関ヶ原の戦いの後、為信自身は東軍だったにもかかわらず、西軍首脳だった三成の子供たち、重成や娘の辰姫らを保護したんです。こんな背景があることを頭に入れておいてくださいね。ひげの殿様の三男として誕生。そんな為信の三男として信平は天正14年1586年に誕生しました。当時は長兄信武や次兄信方もいましたし、信平は側室の子だったので父の後を継ぐという見込みはほとんどなかったんです。とはいえ慶長5年1600年の関ヶ原の戦いでは信平は東軍として従軍しているようです。次兄信方はこの時すでに亡くなっていましたが、長兄の信武は秀頼の故障だったこともあり西軍にいました。この構図って真田家と似ているんですよ。真田家も父正幸と次男信重、幸村が西軍につき、長男信幸は東軍につきました。これにはどっちが勝っても真田家が残れるという正幸の考えがあったとも言われているんですね。これがそのまま津軽家にも当てはまったわけです。そして関ヶ原の戦いは東軍の大勝利に終わりました。しかしさっきも述べたように、為信と長兄信武の手引きにより石田三成の次男重成と娘の辰姫は津軽にまで逃れてきます。これに徳川からの咎めがなかったのが不思議なくらいなんですが、咎められてはいないんですよね。重成は杉山玄吾と改名して隠れていたようですが、まあわかりますよね。とまあとにかく重成改め杉山玄吾はこの地で津軽家の家老となり、辰姫はなんと信平の正室に迎えられたんですよ。きっとロマンスがあったんじゃないかと勝手に想像します。戦火を逃れてきた美しい姫君とかくまった武家の息子との恋だなんて絵になるじゃないですか。家督相続と天界、このままいけば分家となるかどこかへ養子に出るかという信平でしたが、慶長12年1607年、兄信武が病没し、それを見舞った父為信も2ヶ月後に亡くなってしまい、あっという間に家督の座が回ってきました。この時江戸に家督相続の挨拶に参上した信平は、ここである僧と出会います。南光坊天海、徳川家康、秀忠、家光の3代にわたって仕え、
参謀として大きな発言権を有し、一説には明智光秀の生き延びた姿ではないかとまで言われた回想です。彼と出会い、その思想に深く感銘を受けた信平は、実はキリシタンだったんですが、天台宗に改宗し弟子入りします。この出会いは彼にとって実に大きなものでした。後のことになりますが、寛永4年1627年に拠点の高岡城、弘前城天守が落雷によって炎上してしまいます。しかも保管されていた火薬に引火して大爆発となり、踏んだり蹴ったり、その凄まじさにはたたりの噂も流れたんですよ。この時、版図の名称を高岡から弘前に改めたんですが、これは天海による助言に基づいてのことでした。弘前には魔除けの意味があったらしいんですね。その他にも天海によって信平は幾度となく助けられることとなります。やっぱりつてって大事ですよ。しかも無敵の天海大僧正ですから、100歳超えの方ですから。お家騒動その1、津軽騒動。順調に家督を継いだかと思われた信平ですが、反対分子が現れます。長兄信武の長男である熊千代こそ正当な跡継ぎだと主張する家臣一派が、幕府の重鎮本多正信、家康の参謀まで務めた切れ者に訴え出て、それが受理されることになったんですよ。しかしここで信平は慌てることなく、人脈をつてに幕府に根回しをし、おそらく天海コネクション発動のはず、老中安藤直継が訴えを退けてくれたため、慶長14年1609年に正式に家督相続が認められました。なかなか肝の据わった若殿だったようですよ、信平。そして反対派をさらりと粛清し、着々と基盤を固めていきます。この2年後には立派な大天守を持つ高岡城、後の弘前城を完成させ、城下町を整備しました。これが現在の弘前市の原型となっているんですよ。また蝦夷、北海道と江戸の海路交易ルートを整備するため、青森港も建設しました。ここが現在の青森市となっていますので、信平の功績ってすごく大きいことがわかりますよね。弘前城の桜も彼がここに城を建てたからこそ、現在の私たちも楽しめるわけです。二人の妻の間で苦悩、石田三成の娘辰姫と仲睦まじい夫婦となっていた信平ですが、ここで天海から新たな嫁取りの話が来ます。徳川家康の養女マテ姫を正室に迎えてはどうかというものでした。幕府とのつながりが濃くなりますし、天海からの提案ですし、信平は断れるはずもありません。そのため辰姫は側室に降格されてしまいました。しかし信平は本当に辰姫を愛していたようで、彼女が神津王たち群馬県太田市の津軽藩の飛び地に移っても参勤交代の時には必ず訪れていたんですって。そして息子信義が生まれると彼を跡継ぎにと定めたんです。信義誕生の翌年にはマテ姫に信房が生まれています。本来なら正室の子が家督を継ぐものですが、それでも信義に家督をと決めた信平、それだけ辰姫への愛情が強かったんでしょうね。一方そのマテ姫ですが、彼女もまた波乱万丈の道を歩んできた女性でした。もともとは別の大名と結婚していたんですが、夫が幽閉され死んでしまい、信平と再婚したんです。その時の連れ子は津軽家臣となるんですが、成長すると断絶していた福島家再興の野望を抱き始めました。するとマテ姫は息子の杯に毒を盛り殺してしまったんです。お家騒動の元となり、津軽家まで取り潰されるのを防いだんですね。実子よりも嫁ぎ先を守った、実に気骨のある女性でした。お家騒動その2、高坂蔵人の乱。
お家騒動その1、津軽騒動で信平反対派を粛清した時に活躍した重臣高坂クランドなんですが、実は又姫輿入れの前年の慶長17年1612年に反乱を起こしています。これが高坂クランドの乱なんですが、簡単に言うと信平と高坂が故障を取り合った騒動です。信平はもちろん辰姫を深く愛していましたが、当時武士のたしなみの一環でもあった酒道男色も OK な人物で、故障の八木橋仙太郎をかなり気に入り寵愛していました。しかし仙太郎に惚れたのが高坂、そして高坂は仙太郎といい仲になってしまい、仙太郎は信平のお召しにも応じなくなったんですね。当然信平は激怒し、仙太郎を呼びつけるなり殺してしまいました。加えて高坂が脱藩しようとしているということが信平の耳に入ります。しかも行き先が津軽家のライバルというか、もはや敵の南部藩岩手県盛岡市だというのですから、信平の怒りは限界突破、もちろん高坂をも殺害してしまいます。ところがここで収まらなかったのが高坂家臣と一族、夫とその愛人の事件だというのに、高坂の妻は信平に対して怒りを爆発させ、屋敷に火をかけ、家臣に命じて城の天守に鉄砲を打ち込ませまくったというんですから、手のつけようがありません。という地上のもつれから生じた高坂クランドの乱は、高坂一族の斬首だけではなく、この乱によって家臣が逃げ出してしまい、藩の家臣数は半分にまで減ったとか減らないとかという結末を迎えてました。普通の戦より地上のもつれの方がよほど怖いです。はい、天界コネと又姫の奔走で天保を免れる、二度にわたるお家騒動を乗り越え、まあなんとか城下町の整備も始めた矢先の元和5年1619年、信平に信濃川中島藩長野県北部一帯への天保命令が出ます。弘前藩は4万7千石、信濃川中島藩は10万石ですから、数字だけ見れば栄転なんですが、遠く津軽の地、しかも慣れ親しんだ土地を捨て新たな場所へ移るリスクはかなりのものでしたし、移動に際しての費用も莫大でしたから、信平にとっては結局マイナスだったんですよ。そこで登場したのが天界と又姫、天界の発言と家康の養女という肩書きの又姫の懇願が功を奏さないはずもなく、信平の天保話は中止となりました。本当に天界と仲良くしていてよかったね信平、正室も大事にしておいてよかったね。その後城の天守炎上劇からの弘前命名などを経て、寛永8年1631年、江戸の藩邸にて信平は48歳の生涯を終えたのでした。でも信平の死後もう一度お家騒動が起きますけどね、その話はまた機会があれば。まとめ1、父津軽為信は藩の礎を築いた大人物で、石田三成の子供たちをかくまった。2、信平は石田三成の娘辰姫と結ばれた。3、天界と出会い弟子入り、これが後にいろいろと信平を助けることとなる。4、跡目争いが起きるがうまいこと対処し家督を相続。5、正室を迎え辰姫を側室に降格させても深い愛情は変わらなかった。6、御所をめぐってお家騒動が起きた。7、転封されそうになるが天界と正室又姫のおかげで免れた。お家騒動にもうまく対処し、なんとか世の中を泳ぎ切った信平、周りの人々に恵まれていたことも大きかったですよね。しかし今の弘前があるのは彼のおかげですし、行政手腕は悪くなかったんですよ。なかなかやり手の殿様だったんです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。
今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。また、よろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。